はい、皆さんこんにちは。ギガのジャシカルでようこそ。ちょっとね、今ね、深夜で撮ってるんで、声のボリュームを小さめに、して撮っております。はい、で今回はですね、ちょっと珍しい、リクエストをいただきました。こちら、今のこのグリポスクスですね、コースのトーナメント中なんですが、このハンターリーグとか、プレデターとかそういう弱い、リーグの時にちょっとこう懐かしい、ね、クーラサウルスとかそういう懐かしい恐竜で、バトルしてくださいというものです。はい、ということでちょっと行ってみましょうか。懐かしい、恐竜、まあ懐かしい、まあ弱いイコール懐かしいではないですからね。個人的にこのスピノタスクスとかもちょっと懐かしいかなとは思ったり、でとりあえずインドネス X ね、最近全然使ってないんで、まあこいつ1匹目にしておいて、まあ大体これインドネス X1 匹で終わっちゃうんじゃないのっていうね、ところはあるんですけど、まあ適当にこれ一匹じゃスタートできないからね。はい、なんでじゃああと2匹は適当にこう使わないやつでも入れておきますか。トゥオジャンゴサウルス、確かこいつかなり弱い部類ですね、確かね。はい、ということでインドネス X 行きたいと思います。はい、1匹目懐かしい恐竜ということでね、まあインドネス X はね、このゲームが開始当初からいた恐竜ですよね。おお、かっこいいですね。かっこいいね、帝王は。やっぱりかっこいいね。これ、この模様と色合いは、フィギュアにもない、ね、映画にもない、このジュラシック・ワールド・ザ・ゲーム独特の着色ですよね。さあ、オスタフリカサウルス。口と口がくっつきそうだ。まるでキスをしているみたいだぞ。はい。ということで、こいつは、もう、速攻で、入れちゃうっすね。3匹目は、メトリアロング。こいつも懐かしいですね。メトリアロングとかね。さあ、4からの。おぉ、マックタタック。おっとおっとおっと。ちょっと倒されるとこだった。危ない危ない。おりゃあ、やっぱインドミナスはまあ強いってのもあるけど、とにかくかっこいいですね。かっこいい。特にこのジュラシック・ワールド・ザ・ゲームのこの参加進化の見た目ですね、かっこいいですよね。赤いトゲトゲとし、なんか模様、稲妻のような模様がね、入っていて、すげえかっこいいんですよね。はい。ということで、1匹目は、インドネス X、帝王。お久しぶりにバトルで使ってみました。さあ、続いては、一応リクエストにあったのは、クーラサウルスというふうにあったので、ちょっとクーラサウルス使っていきますかね。確かに懐かしいですよね。クーラサウルス。クーラサウルス、こいつも初期からいた、一番強いぶっ壊れ両生類でしたね。こいつはね、確かかなり強かったですね、初期の時は。これしかもインドミナスに有利取れるんで、もうある意味最強でしたね、当時はね。さあ、じゃああと2匹は適当に、またトゥオジャンゴサウルスでも入れて行ってみますか。で、いけるかな、クーラサウルス1匹で。
ちょっと心配なんで、ちょっと予備のキャラクターを入れておきましょうか。まあ、またしても、インドミナス的な感じかな。こんな感じ。まあ、一回レベル1し、レベル1はちょっとやべえな。まあ、ゴルゴサウルスでも入れて。はい。まあ、あとは適当にね、こんな感じで。2回目はクーラサウルスで行ってみたいと思います。エルリコサウルス。エルリコサウルスの3。これはちょっと、なんか、あんまり見たことがない。まあ、自分はあんまそんな全部の恐竜作ったわけではないので見た目正直覚えてないっていうやつ、初めて見たっていうやつも結構いたりするんですよね。ほら、クーラサウルス、お、メーシアモクサウルスメーシアモクサウルス、こんないかつかったっけ。メーシアモクサウルス、すげえな。めっちゃ派手ででっかいな。おお、こいつでっけえ。しかし、いかついな。モヒカン。今マックス使ってきたんで、ワンパンできますね。クーラサウルスのこの、クリスタル感が懐かしいですね。なんか、紫とこのピンク色のこの背中がね、でこぼこクリスタルとか石とか、なんかそんな感じの質感、見た目が懐かしいですね。で、顔は丸くて可愛いっていうねはい、おーし、おりゃー、はい、うわー、懐かしいですね。このアンパンみたいな顔の形がねさあ、61位、プレデターの61位。さて、10キャッシュ、はい。で、最後、まあ、あと1回だけ行ってみますかね。リクエストにはアンキロドカスっていう風に、まあ、あったんですけど、そのアンキロドカス消えちゃっていないんですよね、自分今。なんで、ちょっと別のやつで、ここはちょっと僕の裁量で、懐かしいやつをちょっと使ってみたいと思います。アンタークトペルタ。でもなんかやっぱこういうところになると、やっぱ肉食とかになってきますよね。個人的に懐かしい。バトルで使ってない全然。このギガノケファルス。こいつ全然使ってないし、先日までなんかスーパーハイブリッドになれるっていうのが、そのボタンがあったっていうバグがありましたね。結局あれバグだったのかな。長くなかったけどね。で、個人的に懐かしいといえば、これですね。ディプロタトル。このノコギリヘッド。全然バトルで出してないんでね。というわけで、まあこんな感じでいきましょうか。あとはまあティラノサウルス第2世代とか入れて、こんな感じで。はい。ギガノケファルスは本当に、こいつも初期の初期からいるキャラクターですからね。おっと。かなり強い構成のキャラクターが。敵強いぞ。これ敵強いぞ。ケラトサウルス、全部肉食。やばいぞ。これはディプロタトルで頑張るしかないが。いや、無理だな、これ。これ戦力的に無理だな、これ。これちょっと厳しいな。ディプロタトルが2匹ぐらいいればよかったんだけど。痛いわ。これ3000削るのきついな正直ニアタックじゃ無理だな。ちょっとこれは
厳しいな。ケラトサウルス2ガードしてんのかな。ちょっとティラノサウルス第2世代が唯一あれなんで、あ、ガードしなかった、よかったよかった、弓は合ってたぞ。さあリトロナクスかっこいいですよね。この羽毛がすごいワイルドファイヤーでね、かっこいいですね。ここでやられてしまうか。うん、さあギガノケファルス、おっと、なんかあんだな、こいつ使うと視点が透明になれますね。なんか尻尾が入りきらないせいか、尻尾まで入りきるようになんか調整されてんのかな。なんかすごい視点が透明ですね。なんかうん、ほら、よし、最後の一匹ワンチャンいけるかもしれない。ギアノケファルス結構体力高いんでね。ちょっときついな。やっぱ倒されますよね。さあティラノ第2世代だけど、4レベル40にしても弱いんですよね。ちょっとここはワンチャンかけてみるしかないな。正直こんな感じで、わあ、6とか貯めてるわ。これはきついな。かあ、負けちゃいました。でいきなり強いやつ出てきたな、普通に。まあということで、まあまあ負けたけど、まあいっか。とりあえず、まあ懐かしい恐竜でね、やってみました、バトルを。はい、いかがだったでしょうか。まあ相変わらずやっぱ帝王インドメスレックスのやっぱ3回進化めちゃかっこいいですね。安定、あの感じのなんだろう、スタチューフィギュア出してほしいっていう感じですね。はい、でクーラサウルスもまあ懐かしかったですね。一番初期の初期からいる、まあ、ぶっ壊れの両生類だったやつで、インドミナスに有利取れるっていうね、ある意味最強っていう。で3回目はまあギアノケファルスと、ディプロタトルをやってみたわけなんですが、まあ意外にもね、ちょっとイレギュラーな感じでめちゃ強い、普通に強い構成の敵が出てきたんで負けちゃいましたけどね、まあ、しょうがない。まあ、という感じで、ちょっとリクエストにね、お答えしてみました。まあ、こっからはもう、リーグっていうか、トーナメント、ガツガツやっていくので、まあ、多分次の動画の時にはもう、ドミネーターリーグに入ってると思います。はい。ということで、今回はこんな感じでございました。まあ、あんまり余裕こいてね、やってると負けるんで、もうガチでいきたいと思います。はい、ということで今回はこの辺で終了にしたいと思います。